ナマステ、クリシュナ・グルジーです。今日は、シキュナリアイ、チャンドラ・ナマスカラ、勉強します。チャンドラ・ナマスカラは、14回動きあります。14回は、ダイオリアイは、12回。シキュナリアイは14回。ダイオリアイ、12時間動いているから、12回動いています。シキュナリアイは、14日、チキシャマ動いて満月になってるから14回動きます。それが、ファースト動きはナマスカラーサナ。一番初めてポーズはナマスカラーサナです。中へこませて、両足膝閉じて、両手胸に両肘床からへこ、手と手を押したまま、お腹へこませて、体硬くして、足から頭まで目閉じながら、眉間のところ、おでこの真ん中のところ、満月を感じます。これがナマスカラーサナ、お祈りポーズ。2番目のポーズは、半月のポーズ。2番目のポーズ、両手、親指締めて、前しながら、大きく伸ばして、お腹へこませたまま、両手を耳の後ろまで行ったら、腸骨前、ゆっくりゆっくり、後ろに、上半身の後ろにしながら、顔、という動き。そのまま、半月のポーズ。3番目のポーズは、前骨のポーズ、ウッタナーサナ、両手横から見ていく、後ろ。膝、まあ、少し緩めて、曲げるじゃなくて緩めて、いや、まっすぐ、どっちでも大丈夫。そのまま胸、お腹、太ももにつきます。お腹へこませて、両手横から、足の横に、ついたら、ゆっくりゆっくり、顔、膝に近えます。その後、大きく、左足、後ろにするから、左足始め、大きく後ろ、膝床使ったまま、4番目のポーズは、上腕のポーズ、骨盤の前。口閉じて、顎を大きく丁寧に伸ばし。その後、プランクポーズ。する前に、チャンドラナマスカラポーズ。息を吸いながら、両手、ガソしながら、大きく上。これ5番目のポーズ。チャンドラナマスカラアサナ。このアサヌは少し、体より肺より中骨、エクストラアサヌです。ゆっくりゆっくり、後ろに失礼させて顔という動き。耳の後ろまで二の腕いかない人は顔を上げないです。はい、両手横から、その、6番目ポーチ、プランクポーチ、手から出して、はい、足、まっすぐ。これ6番目ポーチです。体より肺では、このポーチは5番目ポーチ。先の出会いは、これ6番目のポーズ、プランクポーズ。顔をまっすぐ前に見てください。その後、7番目のポーズは、アシュタンガナムスカラーサナ。両膝床、骨盤少し前。腸骨、恥骨前出した後で、肘締めて、胸と顎を床に近えます。アシュタンガポーズ。両手、両膝、両つま先、胸と顎。8の部分に床についてるから名前はスタンドポーチ。その後、コブラポーチ、一番目のポーチ。足伸ばして、大きく上。胸開いながら、体は上と後ろに行くぐらい、口閉じて顎伸ばしたまま。コブラポーチ。そのコブラポーチの後で、9番目のポーチ、山のポーチ。つま先立って、ゆっくりゆっくり。吐き肉みたいになって、最後、さーりになって、体後ろに、膝まっすぐして、かかと床づかって、山のポーズ、あの胸に。その辺りを、かかと上、顔上、右の足、前に来るから右手の指立って、右の足、前から、足の近く行って、手の近く行った後で、左足、左床、もう一回、上腕のポーズ。その後、もう一回、両手、サンダルのスカラポーズ、両手上。親指締めて、二の腕、耳の後ろまでなったら、体をもっと後ろにして、顔を天井にします。そこから、前骨のポーズ。膝上、前の足、床に押したまま。後ろの足、前に来て、太ももの中から離れないで、そのまま、
顔を膝使います。そこから半月ポーズ、膝曲げて一周のポーズからゆっくりゆっくり、膝まっすぐ、上骨前、半月のポーズ。そこから両手横から開いて、最後ガッスのポーズ。ナマスカラ。このまま14回動きましょう。これからマントラしながら14回動き、サンドラマスカラします。オンカメスワリアイナマハ、オンバガワリニャイナマハ、オンニティアクリニャイナマハ、オンベルンダヤイナマハ、オンバニワシニャイナマハ、ॐ वज्रेश्वर्याय नमः, ॐ द्वितीयाय नमः, ॐ त्वरितयाय नमः, ॐ कुलासुन्दरयाय नमः, ॐ नित्ययाय नमः, ॐ नीलपतकिन्याय नमः, ॐ विजययाय नमः, ॐ सर्वमंगलयाय नमः, ॐ ज्वालामालिन्याय नमः, ॐ चंद्राय नमः, ॐ चंद्राय नमः, ॐ चंद्राय नमः।